さあ、最後のコーナーですね。伊賀さん、今週の一冊ということで。はい、今週の一冊は、今回はヘミングウェイのこの短編集です。ヘミングウェイってすごく変わった人で、うん、なんだろうね、若い頃から、なんか、滅びない文章が欲しかったんだよね。滅びない。そう。要するに、どんな文章も、一番早く古くなっていくのは、形容詞や副詞からだっていうの。おー、うん、へー、面白い。うん、ああ、なるほど。彼女は、美しく歩いた、うん。で、この場合残っているのは彼女が歩いたっていう事実だけなので、美しくとか麗しくみたいなのは捨てようって言って、形容詞や副詞を捨てていくんだよね。うん、まさにだからそういう伝法文なんだ。そう。そして最後に伝法のようにカチカチの、これ以上削れない文章で何を書いたかっていうと、アメリカのなんか荒っぽい世界の話。例えば、ここの中で検討士って話があるんだけど、ニック・アダムスっていう男の子が、ある焚き火を囲みながら、黒人と白人の二人組と一緒に、焼いたトーストを食べるのね。ハムとか食べて、サンドイッチとかを。でも、そのうちの一人の元ボクサーの白人が、だんだんとおかしくなってしまって、まあ、パンチドランカーですぐに人に食ってかかって喧嘩をいつもするのよ、お酒を飲むと。で、その男がですね、逆上して、ニック・アダムスっていう少年のところに、襲いかかっていく寸前、いきなり、今までニコニコしながらサンドイッチを作っていた黒人が、クジラのヒゲで作った武器ね。すごくよくしなる。皮で包まれた武器なんだけど、それで頭を強烈にガーンって殴りつけて、うん、その元剣闘士の男を気絶させちゃう。で、実は、このいつとは自分は刑務所の中で出会って、ずっと仲良しで旅をしている。で、いつも彼は人を殴って、まあ、刑務所に行っちゃうんで、何かがあるためにこうやって止めているんだ、気にしないでいいよと言って、少年ニックにサンドイッチをくれるわけ。で、ニックはそのサンドイッチをポケットに入れながら、ずっと線路沿いにとぼとぼ歩きって行って、後ろをパッて振り返ると、その遠くに焚き火が見えたっていうので終わるんだけど、そんなのを電報の文章で書くとめちゃめちゃ面白いんだよ。不思議。でもいい話でしょ。ああ、そうなんだ。一方でそんなのを書けちゃう。そう。で、セリフもいいんだよね。うん、その、この元ボクサーの奥さんってのは、ものすごい美人だったんだ。うん、で、こいつも、こんな風にひどく殴られる前は、なかなかのハンサムだったんだぜって言うんだよね。うん、で、昔たくさんお金を稼いだけど、今はもうみんなにかすめ取られて何も残っていない。で、別れたものすごく美人の奥さんっていうのが、今もお金を送ってきて、このボクサーは食わしてもらってるんだよ、みたいなセリフがチラッと出てくる、うん。なんかもう人生だよなーって感じしない？うーん。なんていいような話よね。なんかそういう、ちょっとのセリフからそのキャラクターのこうバックグラウンドみたいのがすごい想像できちゃいますよね。できるね。なんか人生の切なさとか暴力の怖さみたいなのが匂ってくるんだよね、アメリカっぽく。すごい。ニック・アダムスストーリー。これはもうおすすめなので、特に大人の人が読んだらどうかな、いいんじゃないかな。すごい興味を受けました。そぎ落として、そぎ落としてでそれができるっていうのはなんか、個人的にはもうなんかその、インスパイアされててもうおこがましすぎてあれですけど、なんか、やっぱりそぎ落とすみたいなずっと新聞記者としてやってきたから、うん、そっから表現とかできないみたいにちょっと思ってた節があるので、うん、それでそこまできありみった人ですよね。そうだね。ただ、うん、ヘミングウェイはもう本当に唯一無二なので、こういう人やっぱりいないね、記憶。もちろん無理は、真似はできるはずないですけど。うん、そう、なかなかできない。すごいな。うん、すごいし、でも本当に面白いよ。うん、ちょっとなので、このヘミングウェイはもう長編とか読まなくていいから、ね、短編読んで、まあ、一応話に老人と M を読んでおくぐらいいいんじゃないかな。やっぱり、はい、ヘミングウェイの短編は素晴らしいんだよね。うんはい、ということで、おすすめは、ヘミングウェイ短編集1でした。はい。はい。それではまた来週お目にかかりましょう。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。